皆さんこんにちは。旅好きの散歩ニャンです。今回はたまたま福岡市の今宿海岸に来ているんだにゃ。博多湾は大都市に面していながら海水がきれいで、天気の良い日には砂浜を散歩したりぼんやりするのにとてもいいんだにゃ。今宿は博多湾の西側、糸島半島の東の付け根にあたるんだにゃ。やあ、散歩にやん。お、知ったかか。皆さん、こんにちは。歴史好きの知ったかです。ここ、福岡市に引くと西隣の糸島市は、かつての筑前の国、糸郡、島郡にあたる。今は糸島だけど、昔は糸と島に分かれていたわけか。糸は、魏志倭人伝に出てくる糸国の可能性が高いとされている。国の史跡、平原遺跡もあるが、古代史は底なし沼なので置いといて。戦国時代、この辺りは糸郡を支配する原田氏と島郡を支配する大友氏の間で激しい戦いが何度も行われた場所だ。戦国時代後期、世が混沌から統一に向かう頃の原田氏の当主は第76代高種だ。そんなわけで、今回は原田高種の生涯を紹介します。しかし、第76代とはすごいにゃ。原田氏は中華王朝の漢の皇帝、霊帝の後裔を称する渡来系古代氏族の大蔵氏を遠祖としている。大蔵氏は天行3年941年、藤原住友の乱の後、その勲功により筑前の国に所領を賜り、太宰府に近い春田に居を構え土着し、地名をもって原田氏と名乗った。後に秋月、高橋などの諸家が分かれていったが、原田氏が大蔵一族の嫡流である。大蔵党の嫡流、ついに真打ち登場か。そういうわけでもない。秋月種真編で述べたが、筑前の国で最大勢力を築いたのは秋月種真だ。あっそう、あんまり大したことないんだ。そうは言っても、西筑前の城の歴史には欠かせない人物だ。高橋秋種編みたいに、城跡巡りがメインになりそうだにゃ。天正3年1575年、織田信長は明智光秀にこれと、丹羽長秀にこれずに、柳田広政に、別紀、坂直政に原田の姓を与えている。これは九州平定を視野に入れてのことと考えられており、原田氏が九州の名族と認識されていたことがわかる。明智光秀がこれと日向守になって、羽柴秀吉が筑前守になったやつか。その4人とも九州に来ることなく死んじゃったよね。羽柴筑前守が筑前に来た時は関白豊臣秀吉になっていたしな。これと、これずみ、べっきは、ともに、豊後大賀氏の一族で、これと氏とこれずみ氏は、鎌倉時代に、大友氏が下校した際に、没落したらしい。べっきは、べっきやきつらがいたわけだが、もしかしたら、原田と、べっきも、これと、これずみ同様、すでに没落した氏族と思われていたのかもしれない。確かに、大友とか、島津とか、当時も現役バリバリの名は家臣に与えてないにゃ。原田氏は源平騒乱の時、平家方についたため、平家滅亡後領地を没収された。しかし建仁3年1203年、糸郡にてささやかながら復活を遂げることができた。建長元年1249年には、
高須山に高須城を築き、原田氏代々の本拠とした。高須城は標高416メートルの高須山山頂に築かれていました。高須山には古代に糸城が築かれており、高須城もこの糸城の一部を利用しています。糸城は奈良時代に朝鮮半島の新羅への備えを目的として、太宰の第二の吉備の真備が築城をはじめ、佐伯の今江見氏が後を引き継いで完成させました。しかし実戦に使用されることはなく、その後は荒廃していたと考えられます。高須山は現在登山道が複数整備されているんだにゃ。登山口が高須神社高麗寺地区にあるほか、高須山加納岳縦走路のようなマニアックな登山道もあるんだにゃ。高麗寺地区の登山口までは JR 筑肥線須泉寺駅から約 2km で、歩いても大したことはないんだにゃ。高須神社までは駅から約 5km あるけど、糸島市のコミュニティバスが近くを通るので、時間を調べておけば使えるんだにゃ。というわけで、歩いて行く場合、行きにバスを使って高須神社から登って、高麗寺地区に降りて駅まで歩くのが、バス利用に関して合理的なんだにゃ。高須神社から登る道が山頂へ行く最短だけど急坂なんだにゃ。糸城、一の坂礎石群、高須城の下の城と呼ばれる車群を経て、山頂の高須城上の城へ至るんだにゃ。高須城は上の城と下の城と呼ばれる2つの車群があり、さらに南東尾根にも車群があるんだにゃ。上野城、下野城ともに車側面に石積みがあるんだにゃ。糸島半島の西の付け根、加布里地区が見えるんだにゃ。高須城、下野城から緩やかに下っていくと、糸城の第一望楼に至るんだにゃ。さらに、尾根伝いに下ると、第二望楼から第五望楼へと続くんだにゃ。第五望楼は高麗寺地区の登山口のすぐ上にあるんだにゃ。糸城の遺構は、麓にも土塁、門跡などがあるんだにゃ。なんか、ソメイノイドというのがあるにゃ。
神宮皇后ゆかりの井戸棚。皇后は新羅遠征に船出する際、この泉に亡き忠愛天皇の鎧を沈めて赤く染まれば戦に必勝だと言って鎧を沈め、引き上げてみると実際に鎧が赤く染まっており、勝ち戦だと皇后と将兵が叫び、士気が奮い立ったという。まさか血の井戸じゃないだろうな。話を原田高胤に戻そう。原田高胤の生没年ははっきりと分かっていない。昭和初期に子孫が記した大蔵村原田家歴伝では、伝承16年1588年、75歳で死去としており、これを信じるなら永正11年1514年生まれとなる。記録上最初に現れるのは享禄3年1531年頃で、おそらくこの頃家督を継いだと思われる。区切りがいいので中編に続く。前置きだけで終わっちゃいましたが。